はい。文具手数回路5回目です。無損失線路の共振と反共振について、簡単にまとめてあります。まず、共振って何かというと、線路の電圧が0になるところで、反共振は、ある位置で線路の電流が0になるところと。ということで、一角を使うと、終端の位置角があって、そこが短絡されとれば共振となり、そこが解放されとれば反共振となると。それで、短絡の0が0は分からないですけども、この時の位置角は何かっていうと、何か、こんな、マイナス2分のパイになってしまうという、こんな値になります。それで、電気学会の回路モデルの教科書の公式式によると、特性インピーダンスと任意の位置のインピーダンスが、ハイパブリックタンジェントでなしに無損失線路なんでタンジェントになって、こういう式で表されると。で、この式の共振というのは分子が0になるところで、反共振というのは分母が0になるところ。つまりインピーダンスが無限大になるところであると。共振は分子が0。Z0 分の ZR が、マイナスのイマジナリーパートなんで、これはコンデンサを表しているので、この式の ガンマのイマジナリーパートである β の方だけを取って計算していくと、0.0738ラムダという X が、こいつがマイナス0.5倍ということから得られます。これはどういうことかといえば、ここが終端、短絡の場合とすると、Z0 の ZR がマイナスの0.5i なんで、マイナスの 0.5i はここなので、この部分と。そうすると、0.0738。今、ここが、コンデンサの部分だけども、本来ここに取ると、0と。この0.0738がここの差ということになってきます。このハイパブリックというかタンジェントは、一周期ラムダに2回ずつ、0点と極、0点と極というふうにあると。ということで、共振に対して反共振は、4分のラムダずつずれてくるので、0.0738とすると、0.3238が答えになって、もしこれを引いてしまうとマイナスなんで、終点の向こう側と。で、今のことを、等価線路長で考えると、
分かりやすくなるので、終端短絡の場合の線路として、L とか C がある場合を考えてみるということで、もし、終端に L があったとすると、こういう形の式になるので、結局 Z0 と ZR の比を取るとこうなってきて、これをどん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  L' について計算すると、L' イコールベータ分の1のアークタンジェントベータかける L 分の LR というこのある長さだけ、L' ダッシュだけ、透過線路上が長くなった終端短絡の線路と。だから例えば1メーターしかない線路にコイルをつけておくと、これだけ長くなって、終端短絡になっているという線路になると。あと逆にコンデンサの場合は、さっきのマイナス 0.5R と一緒なんで、これを変形入れてやってって計算すると、今度は短くマイナスが出てくるので、ここの長さだけ短くなると。だから1メートルのやつにコンデンサーがついておくときには、1メートルよりもこの長さだけ短い80センチとか50センチの長さのところが終端短絡になるという、そういうイメージだと思います。ということで、短絡解放、短絡解放、短絡解放と、4分の1ラムダずつで動いていくので、終端が短絡になるときからどんだけずれ取るかというのをさっきの L' で評価できるということになります。L だとこんだけ長くなると。はい、以上です。